ポール・ジョージは、アメリカ合衆国のバスケットボール選手。カリフォルニア州パームデール出身。NBA のロサンゼルス・クリッパーズに所属している。大学時代は、カリフォルニア州立大学フレズノ校で2年間プレーし、1年目は1試合平均14.3得点、FG47%。2年目は1試合平均16.8得点、FG42.4%。 7.2リバウンドであった。2010年の NBA ドラフトで1巡目10位でインディアナペイサーズに指名された。2010から2011シーズンのオールルーキーセカンドチームに選出された。2012年のライジングスターズチャレンジとスラムダンクコンテストにも選出された。2012から2013シーズン2012から2013シーズンチームは エースのダニー・グレンジャーを怪我で失うも、自身は、公主両面で急成長し、チームのガンとなる活躍をし、チームをプレーオフに導いた。この年初めて NBA オールスターにも出場し、MIP も受賞した。2013から2014シーズン2013から2014シーズンには、ペイザーズは、開幕9連勝などの快進撃で、カンファレンス首位に躍り出るとともに、 ジョージ自身も大台の平均20得点を記録し、オールスターにはスターターとして初選抜された。チームはシーズン後半に失速するも、プレーオフ第1シードを獲得。カンファレンスファイナルでは昨年と同じくマイアミヒートと対決。2勝4敗で敗れファイナル進出はならなかった。ジョージはオール NBA サードチームに、オールディフェンシブチームではファーストチームに選出された。 2014から2015シーズンジョージが重傷を負った後、深刻な顔をして見守る代表チームの選手たち2013から2014シーズン終了後、ジョージはフィバワールドカップのアメリカ代表選抜に向けたトレーニングキャンプに招集された。しかし8月1日に行われたアメリカ代表のエキシビションマッチにおいてターンオーバーからのジェームス・ハーデンのレイアップを ブロックしようとした際に着地に失敗し、右足の飛骨と頸骨を開放骨折する重傷を負った。完治には12ヶ月ほどかかるとも言われ、2014から2015シーズンの NBA の試合は全休するのではないかとされていたが、手術後の懸命のリハビリを経て、2015年4月5日のマイアミヒート戦で新セ番号13を着用し、見事に復帰を果たした。 2015から2016シーズン前述の重傷から完全復活した2015から2016シーズンは10、11月度のイースタンカンファレンス月間最優秀選手に選出され12月5日のユタジャズ戦では自己最高の48得点を記録2016年1月21日にはファン投票で2年ぶりの NBA オールスターゲーム出場が決定した 2016から2017シーズンレブロン・ジェームズとマッチアップするジョージ2017年4月14日、ジョージは4月の間、一試合平均32.8得点、8.2リバウンド、4.5アシストを記録し、カンファレンス月間最優秀選手に選ばれた。2017から2018シーズン2017年7月1日、ビクター・オラディポ、ドマンタス・サボニストのトレードで、 オクラホマシティサンダーへ移籍した。2017年11月10日に行われたロサンゼルスクリッパーズ戦でシーズンハイとなる42得点、9リバウンド、7アシストを記録、試合はサンダーが120から111で勝利した。12月27日に行われたトロントラプターズ戦で33得点、チームのゲーム記録体となる7本の3ポイントを記録。 試合はサンダーが124から1 0 7で勝利した。2018年1月27日、負傷したデマーカスカズンズの代替として、2月18日にロサンゼルスのステープルズセンターで行われる NBA オールスターゲームへの出場が発表された。2月1日に行われたデンバーナゲッツ戦でシーズンハイとなる43得点を記録。 試合はナゲッツに127から124で敗れた。4月11日に行われたメンフィスグリズリーズ戦で40得点、8本の3ポイントを記録。試合はサンダーが137から123で勝利した。4月15日のプレーオフ1回戦、タイユタジャズの初戦で36得点。チームのプレーオフ記録となる8本の3ポイントを記録。 116から108で勝利した。シーズン終了後 FA となり、自身の地元である、ロサンゼルスレーカーズへの移籍が予想される中、2018年7月に4年に1億3700万ドルで、サンダーと再契約を結んだ。2018から2019シーズンサンダー2年目となる2018から2019シーズンも好調を維持。2019年12月5日に行われた、 ブルックリン・ネッツ戦では遺跡5最多の47得点を記録。試合はサンダーが114から112で勝利した。なお、この試合でキャリア初の決勝点を記録した。シーズン終盤は、肩の故障などで成績を落とすも、自身初のオール NBA チームファーストチーム選出、スティールを獲得、NBA 最優秀守備選手賞、最終候補ノミネートなど、 キャリアベストのシーズンを送った。2019年7月10日、シェイ・ギルジアス・アレクサンダー、ダニーロ・ガリナリ、複数のドラフト一巡目指名権及びスワップ権との交換でロサンゼルス・クリッパーズに移籍した。シーズンデビュー戦は肩の手術ためシーズン開始から11試合欠場し、11月14日のニューオーリンズ・ペリカンズ戦がクリッパーズのデビュー戦となった。 ジョージ自身は32得点を記録したがチームは132から127で敗北した。自身9回目となるプレーオフでは1試合平均20.2得点とフィールドボール成功率が39%を記録しシュート率やパフォーマンスが大幅に低下したことにより NBA ファンやメディアから様々な批判を引き起こした。また SNS などでは2020年の NBA バブルの原因となった COVID-19 パンデミックや数年前にプレイオフで本領を発揮すると自負し、自らにプレイオフ P というニックネームをつけていたこともあり、皮肉を効かせた形でパンデミック P やボードジョージというニックネームをつけられた。ありがとうございます。